2020年10月10日、ベートーベン生誕250周年、そして京都コンサートホール開館25周年の記念コンサートに出演します。ピアニストの村上明美です。現在はドイツのミュンヘンに在住しています。ミュンヘンの宮殿で開催される歌曲演奏会シリーズ、リート・アレーベンの芸術監督を務めています。そこではいろんな歌曲歌手の方と演奏するほか、プログラムの構成も担当しています。今回は京都コンサートホールの演奏会のために訪日します。演奏会ではベートーベンのいくつかの歌曲作品と、とても人気のある遥かなる恋人にという音楽史上初の連作歌曲もお聴きいただきます。その他、とても珍しいベートーベン編曲のスコットランド民謡も演奏します。このスコットランド民謡はピアノトリオと歌の構成で、ベートーベンの哲学的なイメージを払拭する素朴で美しい作品となっています。当時、民謡に関心が高まる中、あるイギリスの楽譜商人が人気作曲家であるベートーベンを含め、ハイドン、プレイエルにイギリス周辺国の民謡のアレンジを依頼しました。ベートーベンのスコットランド民謡は素朴といえども芸術的完成度も高く、依頼主からはもっと簡単にしてくださいというようなお話もあったみたいです。歌曲演奏会の他にも京都市交響楽団のメンバー、そして京都コンサートホール登録アーティストとの演奏も予定しています。そこではピアノと管弦楽のためのクインテット、そしてバイオリンとピアノの作品もお聴きいただきます。2020年10月10日京都コンサートホールで皆様のご来場をお待ちしています。Ich freue mich sehr, Sie im Konzert zu sehen. Ciao!